新建築7月号月表ラジオを始めたいと思います。YouTube の方にコメントが、いくつか届いておりまして、ちょっとご紹介したいと思います。まず3月号の、コメント欄、 PP さん、とても有意義な議論でした。社内の新建築を見た後、脳裏に記憶を残しながら現場への電車内で聞いていました。これまで読んでいた頃よりずっと楽しく建築を考えることができました。私の周囲でも移動時に利用できる聴覚サービスに注目が集まって久しいです。ぜひ続けてください。次回のアップも楽しみにしています、ということです。これは嬉しいですね。ありがたいですね。しかも現場ってことは、あれですかね、建築の人、設計というよりは作られてる方って感じなんですかね。そういうわけじゃない。社内設計じゃないですか。でも、まあどっちか分かんないね。多分会社と現場を行き来している。なんか確かに電車の中でこうパッと聞けるメディアってやっぱ今すごい便利っていうか、しかも大体倍速で聞くからね、みんな。そうね、喋ろう。だから1時間半喋ったらまあその半分だから、まあまあ行きと帰りそれぞれ聞けば1日聞けるみたいな感じなんですかね。そうですね。だからこれ、ぜひ来年も続けてほしいなと思うんですが、もしかしたら YouTube は本当はそのね、聴覚サービスっていうんですかね、それにはちょっと適してないんですよね。なんかそのままオンにしとかなきゃいけないから、スマートフォンを。なんかその辺ももうちょっと媒体は検討してもいいんじゃないかなと、多分来年以降になるとは思うんですが、それは私も思います。はい。そんでもう一個、5月号のコメントですね。岸和夫さん、月表も楽しみにしていますが、それなりの建築家が評してますが、それとは別にそこまで偉くない素人設計家も交えると面白いと思うのですが、専門雑誌とは思いますが、一般の建築雑誌と専門建築との間の雑誌がないのがとても面白くないのでは、建築が一般に浸透できないところでは、ということですね。これもメディアのあり方ですね。ね、でも一般の建築雑誌に専門家が出るのはあれだけど、専門家雑誌に一般の人が出るのってまあ珍しいが、ただ今年の月表とかっていわゆる建築設計じゃない人が書いてますよね、半分。確かにね、確かに。そういう意味で言うと、むしろ月表が、今まで僕の確かにイメージは設計者ばっかりが月表書いてるようなイメージでしたけど、いつからこんな外部の方を入れるようになったのか。去年とか一昨年だと林千秋さんとか書いてたと思ってたんですけど、なんか山際先生とかって多分本当に建築外っていう感じだと思うんですけど、この5、6年から、まあ、建築外の人も1人ぐらい入って、まあ、それもすごく面白いなと思うし、あとまあ多分この方がおっしゃってるのは、多分建築を、建築のを生業にしているんだけれども、いわゆる本当にそういう有名な人とかではない、本当に多分地道にやってる人とか、そういう人たちのなんていうかこうリアルな声みたいな、そういうものがもうちょっと反映されてもいいのではっていうことなのかな。確かにこの間なんか建築士協会の全国大会みたいなところに呼ばれて、なんかこう話をみんなでしようみたいな、割と同じぐらいの年の30代ぐらいの人たちが、みたいなやつですよね、青年委員会みたいな、40歳以下かなの建築をやっている地方 で各都道府県から1人代表者が入って、工務店の人だったり設計の方だったりするんだけど、もうなんか地方によっては自分の地域では設計は私1人しかいませんみたいな、そういう人結構多くって、でなんかそのもう知り合い相談できる人がいないから、もうこの都道府県の集まりがすごく大事みたいな風に言ってる方とかもいて、なんか東京ってもう設計建築する人溢れてるから、まさかそんな状況を想像したこともなかったので、ちょっと面白いっていうか、あでもそれで意外とその他の地域に目を向けて知り合いになって、自分の地域の特色とか相違点みたいなものを考える場になってるのは面白いなって思
ました。なかなかそういう世界っていうか、なんかそんなに切り離されてもいないと思うんだけど、そういう人たちのリアリティみたいなものを、まあ確かに定期的にこう聞けるのは、なんというか自分にとってはすごく面白いなって思ったかな。だからなんかそういうイメージなんですかね。確かにそれは一つコンテンツとして、なんか可能性はなきにしもあらずという気がします。じゃあそんなところで本編に行きましょうか。7月号結構盛りだくさんですよ ね、 そうですね。結構これは難しい、難しいっていうか、難しいっていうか、なんだ、でもやっぱりその、まあ、意図的だと思うんですけど、まあ、このインクルーシブっていうところで、はい、まあ、冒頭の大西さんたちの、あの論考と藤本さんの2作品の論考が、まあ、結構同じようなテーマで全然違うアプローチをしているというのと、まあ、建築の立ち上がる方がそれぞれそういう意味で言うと全く違うなというところの、すごい対比関係は、まあ、冒頭で見て取れるので、まあ、基本ここで議論が進むんじゃないかなっていうぐらいで、逆に言うとそれ以降はその冒頭の論考とどう絡めていくのかっていうところが結構難しいなっていう。私こうインクルーシブっていう言葉は結構あんまり建築においては知らなかったというか、別のサービスとかで、まあ、たまに見ることはあったけど、こういうふうに使うんだと思って新鮮ではあったんですが、なんかこう藤本さんと、まあ、そのオプラス H、ね、両方がたまたま、うん、一緒に使ったってことですよね。なんかそう、なんかこれたまたまなのか意図的なのか、ちょっと編集が入ってはいないだろうかとか一瞬思ったけども、たまたまなのかなと思っていて、まあ、ただ最近やっぱり仙台でも藤本さんと一緒だったり、それこそ山田さんも藤本さんのところで働いてて、うん、U35 とかで一緒だったので、まあ、結構よく考えは僕も知っていて、そういう意味で言うと、最近よ、まあ、なんか結構何回か話すことがあって、まあ、よく言うおっしゃってたのは、まあ、まあ、インクルーシブっていうよりはインボルブみたいな話で、どういうふうにこのなんか異なる、まあ、ここでも書いてあるけど、対立する価値観を超えて、二項対立的じゃない考え方の中で、まあ、インボルブ巻き込んで、一つの渦にしていくかっていうところが、なんかやっぱり、あの、まあ、おっしゃってて、まあ、僕も結構、その、まあ、丸人の家とか、他のプロジェクトでも、やっぱり どういうふうにして、その土地土地の状況に応じて、インボルブして、一つのものを一緒に作り上げていくかっていうのを結構重要視しているので、うん、まあなんか根底では共感するんだけど、全然アプローチが多分違っていて、うんうん、もう少し多分この藤本さんの方は、まあ、話を聞きすぎず、一方で個性というか建築家の作家性を押し付けすぎないみたいな、そういうなんかバランス緩急みたいなものをすごい大事にしてるんだなっていうのがなんか分かって、うんうん、一方で大西さんたちは、まあ、たまたまこの真ん中に小豆島のプロジェクトがありますけど、やっぱ僕学生の時からやっぱすごいなと思ってたのは、小豆島のプロジェクトって大西さんたちも、椿昇さんたちが、あの小豆島で、あのやってた時に、まあ、それこそなんだっけ、最近ニュースであった、ベネチアビエンナーレのチームで、原田優馬さんとか、あの辺の人たちとずっと小豆島に入り込んで、まあ、リサーチとデザインみたいなことをやられていて、要はコミュニティデザイン的な文脈から、割とその町に拠点を構えて、今もおそらく事務所もそうなんだろうと思うんですけど、地域に開かれた、まあ、ある種センターみたいな場所を作って、そこで対話しながら物事を進めていくってことをやりつつ、まあ、一方でこういう、あの、造形力の高い統一的な形態を練り上げていくっていうところが、まあ、結構割とその、両利きっていうか、ソーシャルデザイン的な文脈と、うん、いわゆるその造形的な、すごく力強い個性を出していくっていうところが、なんかこの、まあ両方にあって、その間をなんかどうつないでるのかなってすごい興味があって、藤本さんの場合はどっちかというと本当になんか、割と化学反応をこう、楽しんでいるっていうか、そこで生まれ出てくる秩序に、あ、なんか面白いなと思ったらいいやって一点突破して、全体がこう、まあ自己組織化っていうか、収束していくっていうような感じなのかなと思っていて、同じようなことを考えつつも、あのどっちかというと藤本さんはもうちょっとその俯瞰的に、もうちょっとどっちかというと神の視点で物理学者的に見ていて、大西さんたちはこの論考にも書いているみたいに、
どちらかというと、その目の前の状況とか、目の前の個別具体の課題とか、目の前にいる人っていうところに、まあ、地の足ついた状況の中で、小さな部分の集積によって、まあ、全体の、まあ、その小さな部分を、こう、うまく適切にやっていると、まあ、気づいたら他の部分も同時に、良いことが起こっているような状況っていうのを探していくっていうような、本当に手探りで、まあ、やっていってる感じ。なんだけど、だからインクルーシブの、なんだろう、方法論が全く違うというのが、なんか面白いし、特に建築の形態としても、割とすごい、なんかこの論考で、すごく丁寧に人々を巻き込んで、まあ、共に計画していっているんだけども、コパルの方は、割と建築の、なんだろうな、出来上がった形はすごい、まあ、個人的にはすごい美しいなと思う。っているんですけど、割となんか空間の雰囲気とか仕上げ感、特にその藤本さんとの対比が目立つのは、僕最近月表でずっと装飾のこと書いていて、うんうんうん、で藤本さんはなんかそういう意味で言うと結構関心領域としては、僕の関心領域としてはあるんですけど、このハウスオブミュージックでも、その地元のそのなんだアルミゴールドのアルミパネル、こうやって普通に考えたら仰々しいけれども、うん、まあやっぱりどこかブダペストで訪れた時の、そのアカデミーの金色の天井と出会ったっていうことと、まあその森の中でっていうところとの、まあシナジーで、そういう装飾的な仕上げみたいなものを最後こう、多分、表面的には仕上げていて、一方でもう一個の、スクエアっていう方も、まあ、建築の形式としては、白い矢とかの、まあ、発展系、あるいは、なんだっけ、サーペンタインのグリッドがもう少し10倍ぐらい大きくなったようなものを立体化したようなものなんだけど、なんかこの天井にすごいパンチングメタルで伝統のレース模様を彫り込んでいたりとか、なんだろう、ジオメトリーだけじゃなくて、やっぱりそのなんか表面の、その、なんだろうな、装飾性みたいなものにも、なんかこう、藤本さんの方は、こう僕の関心領域としては踏み込んでいるんだが、大西さんたちの方はストーリーも背景も練り上がったプロセスもすごく共感するんだけど、出来上がった建築の空間、形態とその屋根の形態とこのスロープってすごいマッチするなって思って見ていたんだけども、うん、やっぱりこの質感とかが、まあ、予算の問題ももちろんあるんでしょうけど、まあ、クロスだったりとか、なんていうのかな、味気ないって言ったらあれなんだけど、ちょっとその愛という言葉との乖離が若干直感的に感じられたっていうところが、もうそこも対比的だなって思って。なるほど。逆に山田さんどんな感じ？面白いですね。藤本さんの方は、私はこの53ページの愛、矛盾する世界を受け入れればのこの文章はやっぱすごい力強いなと思って、久しぶりに藤本さんの力強い言葉をなんかこう読んだなという気がするんですけれども、で、まあ、3年間でいろいろ出来上がってきたと、でなんかこの、まあ、だけど共通する部分があるっていうふうに藤本さんは言っているんだけど、こういくつか並べてるじゃないですか、なんだっけ、白い矢とかユニクロとかパリの集合住宅とか、なんかこの辺までは結構こう、まあ、藤本さんもすごく形式がとっても強くって、なんかその統合する何かこういろんなものをこう束ねて、いろんなことにこう巻き込みながら統合するっていうのは今までもずっと多分試みられてきたことだと思うんですけど、やっぱその統合の仕方が今まではすごくやっぱダイアグラム的というか、なんかその、まあ、それこそそんなにこう細やかな部分に気を配っているっていう感じはなかったし、むしろその明快さみたいなこと、うん、なんかそれこそ物理学者的っていうか、なんかこう数式で解いてこう本当に答えが一つにこう綺麗に収まっていくっていう感じの明快さみたいなところ、やっぱりどこかなんかこう目指されてるのかなって思ってたんですけれども、うん、最近だからブダペストとか、まあ、それ以降パースとかでしかまだ見てないけど、最近発表されてるものってあんまりそのまあ、もちろん今まで通り明快ではあるんだけれども、なんかそのダイアグラム的ななんかこうちょっと二次元の
二次元でこう物事が描けちゃうような単純なものへ統合していくというよりは、よりなんかこう、本当にそれこそ、まあ、装飾とか、ちょっと、だからどんどん、それはでも逆に言うと説明がしづらくなっていくような、なんかちょっと詩的な発想から始まってるっていうふうに、ご本人も書かれてると思うんですけど、なんかそういう、本当に藤本さん自身がこの森、ブダペストの森にと街と音楽を感じられて、で、それがこう、何か形になっていくっていう、すごく、そういう、なんかこう、藤本さんを通して有機的ななんかこう流れがあって、そこで統合していくっていう、よりなんか、どうなんですかね、こう、複雑な、でも本当にそれこそいろんなものを巻き込む余裕が出てきているという感じがして、で、実際出来上がったこの建物のなんかこう、包容力というか、なんかそれは結構打たれるものがあったというか、そうですね。なんかこんな金色の手裏剣みたいなものがいっぱいくっついてるみたいな、最初ちょっとびっくりしたんだけど、でもやっぱこう、引きでというか環境として見てみると結構説得力もあって、なんかそういうものを厭わなくなったというか、なんかその判断一つ一つがすごく自由で、かつとてもなんていうか、リッチっていうか、今まで結構すごくこう、抑制的だったところがあんまりこうそうじゃなくなっているのかなっていう感じがして、その驚きっていうのが個人的にはある。平面とかもすごいなんかめちゃくちゃカクカクしてるじゃないですか。40ページのやつとかどういうふうに決めてるんだろうっていう感じですね。なんかもうこれすごく私はびっくりしました。でも、これは本当に体験してみたいなって思わせるような、だからやっぱり今までのちょっとこう、分かりやすさとか、そういうものとはちょっと違うところに生み出しているという感じで、で、このスクエアの方も、外観はなんかすごく、本当にスクエアっていう、グリッドで作られているっていう感じで、こう、外観こんなになんか、クールで、でも中はね、やっぱ確かに全然また違うんですよね。なんかもう何重にも何重にもこう風景が重なっているという感じがして、これはこれで本当にいろんなものを受け入れられればっていうイメージなんだなっていうところですよね。ただなんか私は意外とそのだからこう、まあ、すごくインクルーシブっていうことに藤本さんがこう向かっている流れが、やっぱりO プラス H 大西さんたちのこう考え方と、まあ、ある意味では接近しているところもすごくあるなと、今この2作品というか3作品かを見て思いはしたんですけどね。もちろんなんか違うその仕上げのこう考え方の違いとかはあるにしても、ちょっとO プラス H の他のプロジェクトって私まだあんまりその、なんていうのか、社会的なこうもっと地に足をつけた系っていうのはそんなに見てないんですけど、このコパルだけを見ると、大西さんたちもこれに関してはすごくやっぱり最後形態でこう大きくまとめるっていうことをしていて、その中でまあ細やかに対応していくっていう感じは結構、まあ、藤本さんの言うところのこう統合っていうイメージにはかなり近いのかなと思いますね。まあ、仕上げに関してはどうだろうな。なんか、多分すごくむしろ、本当に自由っていうか言い方もあれかな。なんか、むしろあんまりこう、こだわりがないのかなっていう、多分いろんな方が参加されてるプロジェクトで、だからこのプロジェクトのディレクターとして、まあもちろん形を最終的にはまとめ上げているんだけれども、なんか一個一個のディティールっていうのはものすごく、まあ本当にいい意味でなのか、なんかこう、目に優しいっていうか、あんまりこう主張するところがないっていうのかな、なんか日本の公民館の仕様だなっていう感じがして、まあそれでも圧倒的なこの空間の迫力と、なんかこう全体性みたいなものに、ちゃんとこう建築が
まとめ上げられているっていう感じが、まあ、そこのなんかバランスの取り方っていうんですかね、これがなんかやっぱすごい、これがオプラス H の今なのかという感じがしたんですよね。私はなんかすごくこの、まあ、違うんだけれども、その細かいところでは違うんだけれども、一つのやっぱりこう形態としてこう統合していくっていう、こう力強さみたいなのは共通してるんじゃないかなと思いました。ただなんかあれですね、なんかこうそれゆえにこう愛される、あ、そうだな、だからもしかしたらその愛される建築を目指しているオプラス H と、愛されるということを最初から目指しているわけではないかもしれない藤本事務所というところはあるのかもしれないですね、もしかしたら。神の視点ってさっき秋吉君も言ってたけど、おそらく藤本さんは愛され、全員に愛されることとかはそんなに多分最初からは意識というか求めていなくて、もうちょっとそこはドライなのかもしれないですね。なんかここにこういう場があると何が起こるかとか、なんかどういうものになるかっていう、でまあいろんな物事をもちろん拾い上げてはいくんだけれども、それはなんかこうそれによって人に何かこうよく感じられるかとか、そういうことよりももうちょっとこう、それでもやっぱり例えば自然とか、まあ自然環境みたいなものってそもそも別に愛されようと思ってできてるわけじゃないから、やっぱりそこはなんかもうちょっとこう本当にただそこにあるものとして、だけど力があって同時にこうその周りにもつながっていくっていう、そういうものを目指しているっていうところが結構大きな違いに感じましたね、うん、そうね。ちょっとだから愛されるっていう言葉とこの論考が言おうとしていることはちょっとなんかズレがあるかもなと思ってたんですよね。なんか、うん、なんか愛されるっていう、なんだろうな、能動性っていうよりはそれこそなんか最近昨今話題の受動体、能動と受動じゃない中道体的な愛したくなるっていうか、もうちょっとそのなんだろう、人々の主体性、愛するっていう行為を喚起するような、うん、まあ多分建築物を目指していると思っていて、そういう意味で言うとなんか愛される建築っていうのとちょっとなんかニュアンスの問題なんだけど、この論考を書いてることとタイトルがちょっとなんか違うっていうか、論考を書いてることはわかるんだけど、愛されるっていうとちょっとなんだ、それが目的僕こっち側がなんかある種提示しているゴールみたいな感じになっちゃってるんで、だから割とその藤本さんがインボルブみたいな言ってるのはゴールは明言はしないんだけど、なんとなくこっちの方向に向かっていくだろうっていう場を定義してそこに人を巻き込んで、そしたらなんか結果的に何かが起こっているって状況を多分藤本さんが作っていきたいんだけど、こうやってその愛される建築を作りますって言っちゃうと、やっぱそういうなんていうかなゴールみたいなものがなんか目的と手段っていうものがなんかある種ちょっと逆転しちゃうような気もしていて、ただ論考の中では多分その愛おしんだりと愛情かけて育てていくみたいな、結構その参加していくプロセスの中にプロセスを埋め込むみたいなところの意識が多分強いと思うので、うんうん、そういう愛したくなるっていうか、まあ、ある種愛みたいなものが発動するような多分建築なんだろうなと思っていて、結果的にそれが多分愛されるというかもしれないっていう話だから、なんかちょっとまあ単純にその言葉として聞きかかったっていう、そうね。でもなんか出来上がったものを見てもやっぱりなんかこう愛される、まあ愛されるってのはなかなか難しいと思うんだけど、こういろんな人に要は使いやすいように、まあこれでももちろんプログラムの性質もあると思うんですけれども、障害を持っている方とか、まあ、小さな子どもとかそういう人たちに、もう本当にこう細やかにこうそういう人たちのこう言葉を一つ一つこうすくい上げて細やかにこう対応しているその総体っていう話がコパルだとして、でこの藤本さんのホールっていうのは、まあ、もうちょっとむしろこう違和感をぶつけてもいると思うんですよね。なんかだからそこに別にこう何かをこう用意してあげるとか、使いやすくしてあげるみたいな、そういう気持ちよりも
ここに金色のなんか葉っぱがわっとあるっていう、その違和感とを一旦提示している時点で、やっぱりなんかこう、そこは結構スタンスがあって、やっぱりだいぶ違うかなっていう気も今ちょっとしました。まあ、言葉にそれが現れているような気もするし。でもまあ、プログラムの違いとか、環境とか、その関わってる人、あと関わり、まあ、藤本さんはもう日本人の建築家でこうブダペストでやってるっていう、その立場と、多分こうオプラス H が日本の地方でこういろんな方と関わりながら一緒に作っていくっていう、もうその違いも全然あると思うから、多分そこが違うのかな。でもなんかそれが、その関わり方とか、この言葉のなんかあれが、最後建築にやっぱすごく出てるなっていう感じもする。だから似てるようで、やっぱそこは全然違うのかなっていう。まあ、あとは、このコパルは、そのスロープと屋根でできてるっていうのが、なんかこう、なんだろうな、やっぱスロープがかなり印象的っていうか、細かい空間すごいスロープの下にあるし、スロープが全部の動線とか、建築が統合するものになっているので、なんかそういう計画的なところも含めてすごい、まあ綺麗だなと思って、見ていて、まあ一方でそのやっぱり屋根、その体育館とかを貫く、その集成材のアーチっていうものが、まあ唐突にって言ったらあれだけど、まあ出てきて、これがなんか、まあ別にやり方によってはこいつもまあ隠しちゃうっていうのもあったんでしょうけど、ここをこう象徴的な梁とか、まあ質感、色もこう変えてやってるっていう、このなんだろうな、象徴性の持たせ方って言ったらあれだけど、なんだろうな。これがちょっとなんだろう。どう言語化していいのかっていう。どうしてこういう選択をしたんだろうなっていうのをちょっと思いましたっていう感じ。結構その軒先の幕天は、幕板か。幕板は、すごいその、この杉の、まあ、この曲面、曲線的な建築を、特に40、62ページかで見た時のアイレベルの、まあ、絵とかすごい綺麗だし、美しいなと思う。で、やっぱこれやっぱその杉板すごい効いてる、効果的に効いてると思うんですけど、この内部の体育館のこの屋根のアーチっていうものが、まあなんかこれはどういう選択でこういうふうになったのかなっていうのが、なんかちょっとさっきのその装飾とか、あるいは質感とか、個性みたいな話ではちょっと気になったっていう。でも全部真っ白にしようと思えば、まあできたわけだと思そううんでですすけど。ね。確かにこう紙面見てると結構それこそ表紙が真上からの写真じゃないですか。これすごい面白い写真としてはすごい面白いなと思うんだけど、こういうふうにね、もちろん体験は普通の人はしないから、で結構この56ページの見開きとかも基本的に結構こう屋根をバンバン写真に載せてるので、すごく白くてこううねうねしたりとしたこのなんか丘みたいなイメージなんだけど、確かに意外と中に入ると結構この一個一個のホールのところでパンとこう針が見えてくるのがむしろ印象としては残るのかもしれないですね。それもよくわかるんですけど、なそるしほたらど。もうちょっとその構造的な解き方もこんな鉄骨いっぱい使わなくてもよかったんじゃないかなとか結構思ってみてはいたんですけど。まあなんかここで一旦こうなんて言うんだろう、このまあ雲のようにこうぐーっと下がってきたり上がったり来たりするこの流れから一旦切る場所っていうのがこうやっぱり設定したのかなっていう、なんか抜けというのか、あんまりこうずだからそこもなんかやっぱりこうプラス H の優しさっていうのか愛なのかもしれないけど、こう自分たちがこう設定しているものをやっぱあんまり強く押し付けないっていうか、どこかでこう、それを人々そこから解き放つ部分みたいなのも、こう、バランスとして入れたいっていう、そういうバランス感覚がむしろあるんじゃないかなっていう。ね、確かに白い天井がずっとつながってるのも、それはそれで、なんかすごく美しいものになった気もするけど、そこをあえてしなくて、ここで、まあ、ここで一旦こう、多分、60ページの体育館とかでこう広い場が出た瞬間にそこはポンと抜いちゃうっていう、
そういうこうルールを強くしない方向へとこう、何かのバランスをとっていくっていう感じが、絶妙ですね。なんか厳しすぎないのかな。ここまで結構確かに統一的な形を用いているけれどもっていう、なんかその辺のバランス感っていうのは、もうなんか私なんかは結構、まあ、この藤本さんのプロジェクト見てても、プラス H のプロジェクト見てても、やっぱり結構こう、形態の統一感っていうのがやっぱすごい強いなって感じて、なんか、まあ、そこまでこう、いろんなものに向き合っていくというのなら、もういっそのこともっとバラバラにしてしまったっていいんじゃないかっていう気がするんだけど、それでもやっぱり、O プラス H はまだ一つのこう、携帯言語みたいなものをしっかりと使うっていうところは、まあ、もしかしたらそういうものがこう公共建築のなんかこういろんな人を巻き込んでいくときに、なんていうか手がかりっていうか、みんなをこうまとめていく手がかりみたいなものにもなるのかもしれないんですけど、そういうのはやっぱりすごく大事にしてて、だからこう統合ですよね、やっぱ形での統合。だけどもしかしたらなんかそのまあ藤本さんも高瀬一もそういう人たちがやっているこう形の統合にもしかしたら何か現代的なものにこう向き合おうとするともっと崩れていく可能性っていうのもあるんじゃないかなと個人的には結構思って、で大西さんがこの屋根をポンとこう表すっていうそのなんていうかバランス感がもしかしたら、なんか共感できるというか、そこをこう、あえてこう、バランス崩していきたいっていう感じは、わからないでもないなっていう感じですね。最終的にそれがうまくいくかいかないかっていうのは、もうプロジェクトによると思うんだけど。まあそういう意味で言うと、やっぱちょっと、なんだろう。割と関わってる人とか利用者の目線はすごくよくわかるんだけど、まあ一方で、この関わってる人の中には、その、まあ事業主主体っていうのか、まあしかも施工もやってるシェルターがいて、まあシェルターの技術みたいなもので言うと、まあ多分そのさっきの梁も内装制限なんかが不燃の話なのかがあって、多分梁の表しにできる領域が少なくて、天井の仕上げもなんか繊維化粧板で仕上げたりするんですけど、まあシェルターが持ってる技術とかそういうものをまあ引き上げるっていうところもまああってもよかったんじゃないかなっていうのは、ちょっとまずこの鉄骨のトラス見たときに今思いましたっていう。なるほど。そっかそっか。このトラスは全部鉄骨なんだ。でも真ん中だけ木なんだ。そうドームのでここだすね。アーチけ。のスラストとかを抑える周りのこの構造として鉄骨で、そしてまあその鉄骨を柱で落として抑えているっていう。なるほどね。最初はじゃあ全部木だったんですかね。もしかしどうたら、なんだろう。構想僕もは。全然その辺までは知らないんですけど。そこがやっぱりもうちょっと踏み込んで、逆に自分たちの技術は通常だと多分不燃木とかもすごいコストがいっちゃうっていう意味で言うと、事前事業的に本当にギブするんだったら、やっぱ自社の事業を惜しみなく、こう、なんかいいと、本当に自分の商品いいと思ってるんだったら、惜しみなくこう出して、むしろその地域にもう自由に使ってくださいっていうふうに出す方が、むしろ共感持てるし、なんか愛情のタッチポイントになるなって思うんですけど、そこはなんか引くところじゃないなっていうのは、まあ思います。なるほど。シェルターさんのもう総力というか何かそういうものをむ見しせてろよそのかっ普た段の使ではえなと。いものを出すとか、なんかそういう方がなんかこう、ありがたみがあるって言ったらいいんだけど、なんかすごいいいなと。特にやっぱこうやって子供が集う場所で言うと、僕個人的にはさっきの装飾の話でちょっと味気ない、イノベーションされた空間みたいな。多分この天井の色合いとかが、その、なんだ、石膏ボードっぽく見えるからなのか、なんかこう、仕上がってない、なんか味気ない感じに感じちゃうなっていうのが、まあ、初見の印象。この特に天井が。そこを、シェルターさんがやる、まあ一緒にやるんだったら、もう少し、シェルターがどんな技術的な、まあ、課題あるいは特徴を持っていてとかっていうところも、まあ、そういう意味で言うと耳を傾けるという意味で言うと、インクルーシブにやってもよかったんじゃないかなっていうのは思います。まあ、つまりだから、ステークホルダーで言うとこの、やっぱり
なんだろうな、やっぱり利用者に、まあ、寄りすぎているんじゃないかっていう話でもあるかもしれないですね。もっと多分こんだけいろんな人が論考を書いているように、多分ステークホルダーかなりいろんな人がいると思うんですけど、どこにウェイトを置いているのかっていうのが結構明確に、多分このなんだろうな、どっちかというとその利用者、うん、ユーザーに多分ウェイトを置いているんだなっていうのが O プラス H で、うん、多分藤本さんはそういうなんかヒエラルキーを完全に無視して自己の中へ統合して、ね、とにかくエイヤって決めているっていう感じなので、うん、まあ、そこは結構なんだろう、すごく対照的、うん、藤本さん確かに利用者だけを考える のことを一番に考えるっていうところじゃなくて、本当にこう、まあ、周りの環境とか文化とか多分歴史とかそういうところも全部フラットに見て価値判断をしてるから、だから割と人に対してドライに見えるのかもしれないですね。だから結構やっぱ卒生の審査とかも見ててすごい面白かったのが、うん、決断はその場でしないんです。やっぱ耳を傾けて一旦ちょっとすぐ結論を出したらそこで切断しちゃう、決めるってことが結構強いことだからっていう、言葉を与えるっていうのもそうだし、何かを決めるってことは強い切断っていうか、未来が変わっちゃうみたいなところで、すごいだから、一回引き受けるみたいなのが、多分なんかスタンスとしてあるんだろうなっていうのは、なんか、卒生の審査とか見てて思って、だそういうあり方、うん、一旦引き受けて、ちょっと咀嚼して別のこのなんか、よりある種高次なものに練り上げるみたいなものか、ある種そのインタラクティブに、その場でできてきたことをまず解決していったら違う問題も解決していってっていうふうにこう広げていくっていう、まあやり方と多分すごい対照的。そうですね。まあだから神々言うと怒られるかもしれないけど、やっぱそういう意味では本当に神の視点。そうだね。だから最後の建築家なんですよね。だからこれはちょっとぜひ次回お便りをご本人から要求しようかなと思います。より人間のレベルにやっぱ建築家がこうなんか舞い降りてきたなっていうのは、やっぱこのオプラス H の、うん、まあ、スタンスとか確かににはあるけど、やっぱ形態はむしろ一方で力強いっていうか、この分析的ではなく有機的と言っているように、割とそのなんていうか古風っていう、古風って言ったらあれだけど、いわゆるコンサバティブっていうのか、なんか、まあ、伊藤さんとかサナーとか、まあ、ああいう路線に乗っていくっていうのは、なんかやっぱ、初見では感じてしまう。だから、まあ、だからミノタウロス的に、上半身と下半身がちょっと分離してるところを、まあ、多分、どう統合してくるのかなっていうのは、うん、なんかちょっと興味がありますね。まさに本当に同世代で、まあ、それでいてちょっとこう先に進んでいる、ね、設計事務所なので、そこは本当に多分直面している課題っていうか、まあ、社会は全く一緒だし、もう見てきたものも一緒だから、ね、そこは本当にどうするんだろうっていうのがいますね。でも現代のアーキテクトに求められる素養だから、オプラスエイジなんかもすごい全てオールマイティに備えてるっていう感じがしますけどね、うん、こういう力強さ、作家性みたいなもの、移動経力みたいなものと、やっぱりその社会性、まあ、地域性とか、あるいは一緒にこうやっぱりインボルブしてやっていくっていうところが、なんか、まあ現代的だし、今の地域社会や現代社会に求められることなんだよなっていうのはすごい、うん、論考読んでても、まあ、アウトプット見ててもすごい感心するっていうか、すごいなって思います。そうですね。インボルブ系で言うと、多分割とこの次に続いていくプロジェクトはもう完全にそっちに、86ページぐらいからかな、そっちに振り切っている。でかい考えていいのかな、まあ、そうやって雑に考えちゃいけないのかなって最近思うんだけど、でもこれ一応新建築主導 のプロジェクト2件ですよね。だからやっぱこれ見て本当に、あ、もうだって新建築がこれやってるんだから、本当に今の建築界のこの流潮っていうかは、こういう、まあ、インボルブなのかな、もうその場にあるものの魅力を最大限に立ち上げていくっていうことみたいな、そこなのかって
って、インボルブする対象がやっぱりすごい多様な人々、多様な価値観を、まあ、やっぱり同時に包括してやっていくっていう状況を目指すっていうのが多分トップ2つの作品だと思うんですけど、うん、やっぱそのなんだろう、小豆島ハウスとか、うん、まあ、この小豆島の2つのプロジェクトとか、どっちかというと多分その評価軸とか指標が、特に小豆島ハウスだと、うん、まあ、人間の顔が見えないし、多分マテリアルに興味があるっていう感じで、多分一つのこの価値軸、多分すごい、多分100とか変数がすごくいっぱいある中の、多分一つの指軸で取って、その中でどうやって、このインボルブって言ったらあれだけど、その歴史性とか、その時間軸を巻き込んでいくか、でそれ自体がメディアになっていくかっていうところだけど、うんうん、多分そのも、まあ、冒頭のインボルブメント、もうちょっとその、広義な意味だから、そうそう、人のものも、やっぱ文化も時間も、うんうん、あの、まあ、そういう、いや、さまざまなステークホルダーもっていう、ちょっとだから、なんだ、インボルブの射程が全然違うかな、うんうんうん、です。要は、結構専門家的なアプローチが小豆島のやつで、もうちょっとその、ジェネラリストっていうか、うん、包括的なアーキテクトとしては、やっぱりその、うん、包括する、その一つの価値軸で物事を切断しないっていうところが、うん、で、多分、なんか射程がかなり違うなと思って、見ていて、それが中盤で、で、後半の最後の方のホテル再開発系はもはやインボルブがないっていうか、あの、ゼロインボルブっていう感じのなんか印象で、それは感じで見てましたね。だからさ、あの、ザ・ナオシマプランとかも、どっちかというと、やっぱりその、このスケルトンの躯体と、まあその風土、まあ風とか水みたいな、どっちかというとそのエネルギーとか自然環境っていうところなんで、ここに人間の話はもちろん入ってこないし、その周りにいる直島の事業主体とか人間は入ってこない。入ってこないのかな、なんか、どうなんですかね。ちなみに私は結構それは、そういうドライなあり方っていうのは、むしろいいんじゃないかなって思うんですけどね。あ、そうそう、よしあしは別に言ってはいなくて、単純にその、なんだろう、多変数なのか、単一な変数で何かを極めるのかっていうポジションの違いなだけで、それがいいか悪いかっていうのは別に言ってない。またちょっと違うところにありますね。うん。なんかそのもともとあるもののどれをこう変数として見るかっていうことの多さ少なさにプラスして、なんかこうそれをどう新しい形に持っていくかっていう全く違うところから来る、まあ、もしかしたらその設計者本人なのかもしれないけど、そこのビジョンみたいなものが、あるかないかっていうのは結構実は大きい気がするんですよね。だからその冒頭の2つの大きな、2つのじゃないか3つかな、まあ、オプラス H と藤本さんたちのこのプロジェクトっていうものは、やっぱりそのいろんなものに対応しながらも、それでも何かこう自分たちの理想とするこう場のあり方とか空間の流れっていうものを完全にこう持ち込んでいるというか、立ち上げているとも言えるけれども、やっぱり建築家本人が責任を持って形を提示している状態なので、そこは変数だけは使っているっていう感じでもないんだけど、小豆島ハウスなんかになってくると、まあ、これまだプロジェクト段階なんで、どうなっていくのか、ちょっと、その段階の話なのかなっていう気もするけど、まあ、このトラックの話とかも、基本的には、その本当、それこそ変数だけをこう、上げたり下げたりして、やっているっていう感じがちょっとして、そこがなんか、すごく私的には結構現代的だなっていう感じがするんですよね。この間の、この間っていうか、数日前ぐらいに千鳥文化って、あの、大阪のドットアキテクトさんが、はい、やってる、すごく話題だったので、行ってみて、それにもすごくそういう印象を抱いたというか、もうそこにあるものだけで、こう、まあ、場を更新していくっていう、なんか、そのあり方なのかっていう、もうでもそのテーマの一貫性みたいなやつはやっぱなんか重要ですよね。で、さっきおっしゃったみたいに、その上でどこに向かうのかっていうのが、まあ、重要だなとは思います。そうです、そうね。ですね。うん。だこういうのって、まあこれやっぱまだ小豆島ハウスってところにプロジェクトだから、これがそれを実際やっていくときにそういうものって見つかっていくことも多分あると思うんですよね。特にこういうイノベーション系だと。
自分たちがやっぱこれは違うとか、これはこっちを取ろうって、そう判断の積み重ねをしていった先に、実はそれ自体が何かビジョンが後で分かって、で出来上がった瞬間に、実は何かこうものすごい引っ張るビジョンがあったんだっていうことにもなりかねない、いい意味で。だからそうなってくるといいなと思うんですよね。やっぱり結局は判断はしなきゃいけないし、そのやりようによっては全く違うものに更新されていくので、既存の魅力とかそういうものにとどまらずに、このスナッキーさんたちが何かこう打ち出す新しい小豆島の環境というか空間というか、それがこう出来上がっていくんだとしたら楽しみ。私その次の、公園の話もすごい面白かったんですよ。馬場さんの公園と建築から、公園というビルディングタイプ。これ、すごくこう、馬場さんのなんていうかこう、このプロジェクトに関わっていって、何をこう見ていったかっていうことがすごくこうリアルに書かれていて、で、私ももともとランドスケープ勉強して、ランドスケープアーキテクトになりたいなと思っていたんだけど、やっぱりなんかこう、日本のランドスケープデザインを見ていて、ああ、ここしかデザインできないのかっていうか、なんかどうしてもこう、黄緑色に塗られたところにこう植栽を置いていくみたいな、なんか仕事が多いなっていうことで、なんかすごく一旦なんかとてもなんか残念に思ったことを思い出したんですけれども、でもなんか今、馬場さんたちがやろうとしていることって、もっとこう、動的に、しかもすごく時間軸を持って、なんかこの場所をこう捉えて、一旦こういうものを置いてみようみたいな、なんかそう、原寸スタディみたいな感じで、暫定形態で拠点を置いて、で、一旦オープンして、で、そこからまたそういう、こう仮説的な空間が、だんだんもしかしたら本説になるかもしれないみたいな。で、それでこう風景を整えていくっていう、そういうこう段階的なランドスケープへの関わり方っていうんですかね。これがすごくリアルだし、なんか、そういう、もう、こうプロジェクトのスケールでこういうものがまずあるんだっていうことにも驚いたんだけど、その関わり方っていうのもすごく動的で、面白い。なんかこう、置かれているものっていうのは本当に仮説的なものなので、建築としてはまだちょっと、わからないところもあるんですけれども、なんかその、この公園のあり方、公園の立ち上げ方っていうんですかね、そこにすごく一緒にワクワクしました。増えていくでしょうね。その BFI みたいなので、シェルターのコパルもそうでしょうし、今までの今年1月からこの4月までで BFI3 割ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい肌感覚としてはあるんで、なんかやっぱりその、要は、民営化って言ったらあれだけど、もう少しその民間にやっぱいろんな仕組みを譲渡していくっていうのが、自治体機能をシュリンクさせていくっていうのが全国の地方自治体の多分大きなトレンドだと思うんで、そこにやっぱ介入する余白が出てきたっていうところが大きいんだろうなっていうのと、やっぱり馬場さんたちの活動は、こういうアウトプットより前の、どっちかというと、なんていうのかな、下ごしらえ。下ごしらえがやっぱすごいくて、公共ある不動産っていうのをやって、自治体とすごいつながる。僕も一回イベント登壇させてもらったんですけど、逆プロポーザルみたいな感じで、僕らこういう事業者なんで、こんな価値提供できるんで、それに合う、使ってほしい公共空間ありますかみたいなので、自治体がみんなこう挙手するっていうのを一回出たことがあって、もうそれもだから、どれぐらい自治体出てたんだってくらい結構な自治体集まってて、こんな公共空間空いてるんで、なんか有効活用できませんかっていう、自治体の中で使ってほしいものと、使いたい人のミスマッチが起きてるんで、それをコネクトしようっていうので、馬場さんたちが何年か前から始めていて、で、その中で多分すごい、ある種変な筋がいいものを多分馬場さんたちが、自分たちでやってるっていう、そんな感じの僕の印象で、だから実際だから本当にこういうことがやれる土壌とか空間っていうのはやっぱあるから、それにだからどういう嗅覚で、どこまでコミットしていくのかっていうのが多分すごい、
まあ、重要なとこなんだなっていうところで言うと、多分その馬場さんたちの中で自社でやるものっていうその嗅覚の評価点って多分あって、うん、それがなんかむしろ知りたいなっていう。まあ、これはだからこういう空間あるからみんな建築家としては参入可能性あるよっていうのは、まあ、多分もうこの10年前かわかんないけど、すごい前から馬場さんが知ってるっていうか、もう当たり前だと思ってるものを多分段階的にこういう情報を出しているだけであって、その先にその上で、何がこの評価軸でどういう可能性があるのかっていう、その馬場さんがこう、判断基準として見ている風景っていうのは、まあ、より踏み込んで個人としては知りたいっていう、ですね、うん、だって。それはまだ語られてないっていうこと？いや、わかんないですね。もしかしたらどっか書いてるのかもしれないですけど。でもやっぱりその、馬場さんたちのところにすごい多分案件数来て、その中で多分いろんなマッチングをしているんだけれども、自社でやるっていうところはやっぱそれなりのドライブがかけないとやらないと思って、その判断基準が何なのかなっていうのが、すごい気になっている前から。うん、これだってすごい面白いプロジェクトですもんね。うん、やっぱり時間をやっぱりかけるざるを得ないから段階的にやっていくことだから、やっぱ誰かに任せるっていうよりはこう自分たちでちょっと責任を取って、まあ、馬場さんは少なくともね、スタッフの方は入れ替わるかもしれないけど、馬場さんはたちはずっといるだろうから、そういうこう長い視点で関わっていくという、うん、覚悟を持ってやるプロジェクトだからなんですかね。で、ただその、まあ、気になってるのはやっぱその必殺技みたいなやつは多分もうこの公共空間のリノベーションで馬場さんたちの中ではいくつか編み出されていて、まあ、インザパークのこの丸テントとかは他のインザパークだと森の中に木にぶら下がってたりするんですけど、ありましたね。うん、それはこのその球体があってぶら下げるとすごい面白そうだなって思ったんだけど、その球体がまたこの土地に地面に置かれているのは、うん、それでいいんだろうかっていうのは言ってた。そうですね。まあなんか一個一個は確かに、そうですね。まあなんかちょっとアイテム化してる感じはあるかな。そのアイテムもやっぱ開発だから、まあだからどういうふうに生み出すのかっていうのがやっぱジャッジが必要だなと思って、結構これはシーサイドだから、シーサイドなりのそのアイテムってやっぱありと思ってて、それを作ろうと思わなかったのかっていうところ、もうちょっと投資対効果だと思うんですけど、なんかこの、あの丸が森の中に浮いてるっていうのを見ちゃった後に、この地面に海の前にこれっていうと、ちょっとなんか、魅力半減感があって、もう少しその海の前のリノベーションに必要なアイテムを、まあ、新しくこのプロジェクトで生み出すっていうのはなかったのかなと、いう感じですかね。やっぱそこに、まあ、短時間でできることとかそういう、なんかこうプロジェクトの性質上そっちの方がこう優先されてしまいそうな感じはややありますね、こういうやり方って。本当はだからそこも全部丁寧にやっていけたり、まあ、いろんな人が関われたら一番面白いんだろうなと思うし、いやむしろやらせてよっていうぐらいなんだけど、どうですかね、そこはなかなか、まあ、もうちょっとあれなのかな、この手法を確立してからなのか分かんないけど、私たちが学ぶべきなのか。あとは？何だろう、このなんだギャラリーサロンはなんかすごい綺麗だなと思う、うん、気になる、確かに気になった。なんかすごいやっぱこの人の手で細かく建部することで独自の物質性を獲得しって書いてあるのが個人的にやっぱり最初の装飾性みたいな話で言うとすごいいいなと思っていて、まあなんかシルバーペイントでやるって、まあいくつかいろんな方法がある中で、多分この研磨するっていうことが結構この質感においては重要だったんじゃないかなって思っていて、うんうん、この不思議な雰囲気ってその研磨っていうすごい頑張ってやるものによってもたらされてると思うと、ああいうそのペタペタ木の葉を貼り付けるっていう方法、じゃない、そのなんだ、もうちょっとその表面レベルでの処理で、うん、ある種そのなんか反射の具合とか、不思議な雰囲気っていうのは出し得るんだなっていうのを、結構この藤本さんのプロジェクトと対比的にちょっと見てましたね、これは。ああ、なるほど。これはまあ、
ね、それ、まあ確かにこう内部の雰囲気がやっぱすごく強く印象に残るし、こう文章を読んでても、文章をちょっと3回ぐらい読んで、うんって、なん難かしいですよ1ね。回では飲み込めないので、何回か読んで、だんだん分かってきたんだけど、でもまだちょっと分かってないかもしれないけど、まあやっぱそこまでこう内部をある意味こう、まあ抽象的に、印象的に作っていって、で、そこからこう見る街の、なんていうか、一角というか、こう、うまくこう切り取っていると思うんですよね。で、それはなんかすごくうまくいってるなと思って、で、こう外観を見たときに、まだこう、なかなか難しいんだけど、外観のあり方も本当は、だから立面のレベルで、そういうことが、実現していると本当に、なんていうか、建築のあり方。まあ、これ、やっぱここの、三重県伊賀市の、この住宅地の中に、こう、ポンと置かれて、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんなんかは、まあ、なんかすごい若い人がなんか建てたなって思うと思うんだけど、この外観のあり方がもっとこの、それこそこの全体の風景に何か一枚、こう、噛んでいくっていうか、それぐらい、こう、立面の。でもこの建築の自律性みたいなものを多分ここの人たちも言ってます。多分建築を、自律を促すって書いてあるから、多分自律、ある種自立する、ある種彫刻的なものをここに建てたかったんだろうなっていう感じで、まあ外も不利で、クリア塗装結構攻めてると思うし、その内部と、まあ、連続、まあ、非連続じゃない、結構連続している一つの彫刻的な物体としてそこになんか置かれているっていう状況なんだなと思っていて、それやっぱなんかこの、まあ、自立みたいな言葉が出ているから、まあ前もなんだっけ、何月号だったか忘れたけど、自立性みたいな話があったけど、それに近い話なのかなと思って出ましだたかね。らもっとこう、なんですかね、そこを強調した方が、立面のデザインとして、だけどこっち側見えてないかちょっと分かんないんですけど、この一番大きい立面。あそこのあり方が、結構このプロジェクトにとっては重要なんじゃないかなって思うんだけど、なんかこの冊子っていうか、なんだっけ、この引き戸みたいなものの付き方とか、なんかそのあたりが内部の作り込まれ方に対してはちょっとなんか割となんていうか、そこまでそういうものを意識しているのかなっていう感じがちょっとする。まあ、あとそのもちろん予算も限られてるからしょうがないのかもしれないけどね。なんか外の作り方ってそれこそ本当に難しいですね。立面がもう少しだけ何か風景に対して主張のあるものであったならよかったなとですね。やっぱ中の空間の写真がとても印象的なだけに。星のや、これがインクルーシブみたいなものもすごい対極にあるなっていうのは、まあ見てましたけどね。これまあたまたまこの間、五十嵐潤さんと話してて、なんだこの辺の街の話、なんか遊郭があるエリアとかっていうところで、思いっきりこう開発がかかっているっていうところで、まあだからどういう、むしろそれに、そこをツラツーリズムとして、集客しようとしてるのか、あるいは、本当にその、僕らがいる川崎でも、ドヤ街に今、事務所を構えてて、そういうエリアに事務所を構えていて、まあ、市としては、やっぱそういう領域をどんどん縮小していきたいから、市の建物を建てて、クリーンにしたりっていう状況をずっと多分、どの地域でもやっていて、まあ、そういう意味で言うと、ここの誘致が入った時も、多分、その、市の開発業、事業者公募って書いてあるから、まあ、市として、そのあたりの、まあ、エリアをクリーンにしていくっていうところ。ジェントリフィケーションみたいな感じなのか。そうね。だから、まあ、でも、ただ、まあ、どうなんだろう。本当にそういう考えで言ってるのか、まあ、特になんか星の、なんかこの外観がそもそもなんか、なんつめちゃくちゃ閉鎖的じゃないですか。
このなんか外に対して閉じてる感じと、結構は多分割と衝撃的なプロジェクト、多分星の矢が入るっていうところも多分センセーショナルだったし、うん、そしてこの建物がこういう立ち上がり方だっていうこともそうだし、まあ、今後どうなっていくのかですよね、その都市計画レベルでの話と、観光客と本当にその、まあ、地元の、まあ、あのごった返したエリアとのなんか関係性、まあ、うまくこう、それこそまあ、利用者の、まあ、主体、意思にあ、まあ、委ねて、勝手にそこがうまく、むしろその、インバウンドの需要が、逆にこのアイリン地区って呼ばれるようなエリアとかに染み出してって、何かその、まあ、良くなることがあるんだったら、もしかしたら総合的にはいいのかもしれないですけど、多分それは市の思惑ともちょっと違うだろうし、星のような思惑がどこにあるのかっていうところも、まあ、単純になんか、あの、この文章だけ読んでると多分その事業性という意味で言うと多分勝機があるからっていうところで多分立ててて、うんうん、しかもものすごい多分部屋数を密々にして何個部屋入ってるのかっていうぐらい多分入れてるから、なんかそのあたりのこの立ち上がり方、プロジェクトのこのいわゆるこの都市計画的なあのバンって降ってきたようなあり方で、多分それが本当はそれこそコパルみたいな公共建築で、まあ、公共建築ってまあ PFI だから民間と公共、まあ、どっちかって民間主導でやるものだけど、すごく丁寧に、まあ、各ステークホルダーとやっていくっていうところに対して、多分こっちとどちらかというと降ってきたような感じで、今後どうなるんだろうっていう、ものが、すごくそういう意味で対極だなっていう。確かに。まあ、でもこの地区で私も今思い出したあのここ、まあ、やっぱり歩いてみたことあるんですけれども、本当にあの写真は撮っちゃいけませんみたいな、ね、街角に書いてあるような本当に不思議な場所ですよね。でだから本当に多分昔からいろんなことがあったような場所で、ここでいろんな人が関わってるから、あの多分もうコパル的な方法では多分インクルーシブとか多分ここできないんじゃないですか。もう中に入ってってやるみたいなことは確かに一つあるのかもしれないですけどね。なんか短期的にやろうとしたら多分難しくて、まあ、さっきの最後に触れたようなプロジェクトとか、まあ、都市部のやっぱその集約化し集積化して、まあ、インバウンドとか外の収益性とか、あるいはそのジェントリフィケーションみたいな話で都市のロジックで動いていくものと、やっぱりそのまあ、藤本さんの海外のプロジェクト、あるいは大西さんたちの地方のプロジェクトみたいに、割とちゃんとその丁寧に場を作っていこうっていうようなものと、まあ、どっち、まあ、建築家っていう特殊なある種立ち位置が、まあ、どちらにこう、まあ、フィットするかっていうと、もちろんその、後者っていうか、まあ、その、丁寧にやっていくっていうところの翻訳者とし、あるいはそのコンダクター的なやり方として入るっていうのが、まあ、重要だとはいえ、やっぱり何らかこの都市の問題とか事業性みたいな計画的な都市計画のレベルにどこまで入っていけるのかっていうのは、やっぱこの特集でもその頭とお尻での分断がやっぱりあるので、そこをどうやってまあ埋めるのかっていうのは、なんか一つやっぱりこれ特集を読んだ上での疑問点っていうか、自分も考えなきゃいけない問題だなっていうのを思って見てましたね。多分その都市とか、その結構複雑なんだろうな。だから専門家、さっきの話で言うと、その多変数か単変、まあ一つの変数かみたいな話で言うと、単一の変数の方が多分、そういう人たちが絡んでるのがなんか都市のなんかプロジェクトのような気がしていて、なんかそういう意味で言うと、うまく使い分けられるといいなと思って、まあ、やっぱ都市とかだとそれこそ環境の話とか、後ろの方に載ってるゼブみたいな話とかみたいに、割とそのエネルギーとか資源の問題はむしろ入ってきやすいなと思っていて、一方でそのソーシャルコミュニティとかステークホルダー多くみたいなところはな結構難しいなと思っていて、ただやっぱ大西さんたちのやり方とかが本当にこういうまさにこのなんだろう、新今宮とかのこういうプロジェクトの中で適用された時にはすごいイノベーションだなと思っているので、まあ、だから、なんだろう、ドットとか、このプラス H とかは、なんかこういう場所で建築作ってくれるといいなっていうのを思ったで見てましたね。そうですね。私は、まあ、本当に、まあ、同時期的に、こう、
まあ、建築を作ったり提案したりしていて、まあ、やっぱなんかこう、いろんな物事を、救いとって設計に生かしていきたいっていう、なんかこうモチベーションをやっぱすごくこう時代的に共有するものがあるなって、やっぱりこうプラスエッジとか藤本さんとか、あともう他のプロジェクトも基本的にこう前半部分みんなそうですかね、なんか新建築の、スナキさんのプロジェクトとかも見ててすごくそう思って、で、なんかこうどう統合するのか、何をもって統合するのかっていうことを今すごくこうみんな、それぞれ考えてるんじゃないかなっていうところを、こうその違いをいろいろこう見たなという。で、まあ、お兄さんたちみたいにこう携帯でもって最後こうみんなのこう意見をこう集約していくっていうか、そういうことなのか、なんかもうちょっとこう、まあ、スナキさんとか、まあ、それこそドットアーキテクツとかみたいに、こうその場にあるこうマテリアルとか物質みたいなものの何かこう掛け合わせで、こうそういうものを作っていくということとか、まあ、そういうものを見ながら、もうなんか、まあ、そうですね、まあ、その先にもっとこう、本当にこう、形ではない、まあ、統合のあり方みたいな、なんかこう、一見バラバラなんだけれども、本当に、それが何かこう、ずっといろんな物事がこう、響き合ってる状態で何かがこう、固まって成立してるみたいなこともあり得るのかなということも最近すごく考えていて、まあ、だからその、まあ、私たちがこう、そういうことを一生懸命こう、悩んでいることの、なんかこう、両極端っていうか、まあ一方でやっぱすごくこう、形で統合する人たちと、なんかそういうものではない、何か物質とかマテリアルとかそういうものをこう、扱うことによって、物語というか物事をこう、一個こう、プロジェクトとして成立させようとしている人たちと、なんかそういうものをみんななんか考えてるんだな、っていうことを思いました。一緒に悩んでいる状況であります。はい。